ほら来い。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。届けるよ。いつもの場所だ、覚えてるな。分かった。テレビオン。一階は終わりました。二階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。それではスポーツです。まずはバスケットボール。今夜労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5千減少し、
邪魔だ。お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるからいい？アリス。あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか、私に教えてくれない？無口なのね。怖がらないで。
何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。うん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあいい、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる。分かってるだろう。